ゴンゾーはどうやって倒しますかって。ゴンゾーはほらヤギだから、ヤギだからさ、ゴンゾーヤギがこうガーンってこうなんかアタックしてくんだ頭で、ね、そのガーンを一回もらって受け止めてこうこうへこましてこう吸収しながらもらって、で角持って顎に足かけてゴリッつって、これでいけんだろうなゴンゾーは。ヨダユウキの放つゴンゾーをな、俺がもうだったらヨダちゃんがなあんだけ愛してるゴンゾーだから俺が倒すのもどうかと思うぜ。何だったんだろうなヨダちゃんが武井壮さんと戦いたいって、はい、モバメはびっくりしちゃう、俺びっくりしちゃう、えと思ってプッて開いたらさ、ヨダちゃん、ヨダちゃん更新と思ってプッて開いたらさ、ええってなって俺はな、えなんでってなって、はい、でつい、はい、ゴンゾーを連れてくるのではないかと予測したら、次にポロロンって来て、あらまた来たヨダちゃんまた来たと思ったら、ゴンゾーの写真みたいな、ああびっくりした、急にあんななんかあれだな、戦いを吹っかけられるとびっくりするんだな人間って、なびっくりした本当は。いつかぶっ倒してやると思います、はい、二頭ともいつかぶっ倒してやると思います、はい、ヨダちゃんはちょっとな可愛いからちょっとな本気で打ち込めるか分かんない、膝を本気で打ち込めるか分かんない、ね、勝ちたかったら登録しとけ。